クリスタルは押していて自分でポリッというものやブヨッというものやいろいろ他の部分と違うなという自分が指で感じた部分です。そのポリッというものやブヨッとしたものを少しずつ溶かすように押したり回転させたりしながら改善させていきます。左足の同じ部分にクリスタルがあるかということはお客様の、ゾーンがつながっていますので、右足のこの首後頭部の辺にある場合は右側の首後頭部の辺に不調があるという印になります。左側のやはり同じ部分にクリスタルがあると感じる場合、左側の首後頭部の辺に不調があるというサインになります。ですから左側にもクリスタルがあると感じた場合、そこも少し押したり回転させたりしていくと、左足のこのクリスタルが改善してくると、実際のお客様の首後頭部の辺のコリも改善していくという理論です。これがクリスタルの理論です。